大学の時エラーは記憶にありません。おじゃあ、はい、わいたわいたじゃん。どうも、徳さんです。今日は内野手の守備の基本姿勢、ゴロ捕球についてですね、ちょっとだけアドバイスを送りたいと思います。徳、ちなみに守備が一番得意やったの？守備が一番得意でしたね、やっぱり。プロ中になった時は守備？バッティング？いや、バッティングじゃないですね、守備。守備か、ね、うん。大学の時エラーは？あー、記憶にありません。かっこええな、お前。嘘ですよ。まず基本、はい、僕がショートとセカンドメインでやってたので、まずはショートとセカンドを言っていきたいんですが、うん、はいはい、内野手、ショートとセカンドっていうのはやっぱり前、うん、両サイド、そして後ろ、うん、やっぱあらゆる打球に対して準備しなきゃいけないので、なるほど、基本的にこう低すぎないように、そして、うん、立ちすぎないように、これを注意してください、はい、肩幅よりちょっと広めにして、でそこからこうストンって腰を落とした状態ですね。この姿勢で、ここは左足が半歩ぐらい前にあるようなスタンスが一番ベストですね。これがバッターの方向ね。うん、これバッターの方向ね。真平行やと 前が出れないよね、少なくとも。そう、まあ、正面は絶対やめた方がいいです、うん、固まってしまったら真正面になってしまうので、なるほど、多少半身の体勢をするような感じで、なるほど、やっぱこう中腰で構えておいてください。ゴロの基本姿勢、はい、今形やりましたけども、はい、ちょっとライパチ君に、はい、スタート、こういう形で。気をつけるとこは、 気をつけるところは、うん、ゴロを取るときに、うん、上体が前に行ったり、うん、近くなりすぎたり、はいはいはい、しないように、うん、ここがこう三角形になるような、なるほど、呼吸の場所と、まあ、目と、うん、ここが三角形になるように。近すぎてもやっぱりね、あの目がぶれちゃうんです。なるほど。で取りに行くとやっぱりイレギュラーに対応できないんです。なるほど。しっかりと最後までボールを見て、このこれぐらいの位置ですね。なるほど。そういうことを心がけてください。特にボール上から見てんの、こう下から覗き込んでんの、どっち？イメージは下から覗き込んでますね。上から覗くと低い打球とか、うん、強い打球になかなか対応できないので、うんうん、基本的にはもう、なんだろう、 こんな感じです。ちょっと特目線で、うん、こんな、これぐらいのこんな感じか、特目線は。なるほど。おう、イメージですよ。やっぱりちょっと転がして、その状態で、うん、で右足を出して、はい、今度、うん、速い打球が来た時、なるほど、速い打球が来た時の体勢なんですが、うん、あの打つ前に速い打球かどうかわからないので。違うの、速いと遅いは。ちょっと違いますね、待ち方が違うんです。ほうほう。あの基本姿勢は一緒です。ほう。基本姿勢は一緒なんですけど、ほう、速い打球が来たと思ったら、うん、まずはちょっと半身になるか、うん、ちょっと半身になるか、うん、グローブ落とすか、うん、なんでこれは速い打球って、うん、どうしてもこう綺麗な形で取ることは難しいんです。なるほど、うん、なんでまずは取ることを集中するという意味合いで、あ、取ることだけに全勢力を注ぎ込むと。なるほど。血を張るようなピャンっていう打球とか、うん、この辺のライナーで飛んできてその辺で勝負したとか、うん、いうのはもう目で打球を捉えて、しっかりと、うん、捉えて最後まで離さない、うん、こういう感じとか、うん、こうとか、うん、あともうこうとか、うん、低くなってパンって張った時に、うん、こういう風に動きができるんですけど、なるほど、こう構えてこうっていうのはやっぱグローブが上から下に行っちゃう、うん、なるほどな。これは非常に難しい、取る確率がかなり低くなります。へえ。ちょっとライパチ、ちょっと強めに、はい、長板系とか、まあ、ゴロとかちょっとポッチに釣れる。なるほど。まずは取ると、うん、なるほど。サードファーストはどうすんの？サードファーストはですね、うん、やっぱあのバッターとの距離が近いので、今度は逆に、うん、低い姿勢を取って準備することが望ましいですね、うん、なるほど。というのは、うん、あのボテボテの頃もそうなんですけど、うん、やっぱり速い打球が多い、うん、近い分、うん、で距離感が近い分反応速度を速くしなきゃいけないので、うん、なるほど。さっきあの速い打球が来た時の取り方やりましたけど、うん、それをもう最初から
やる形です。なるほど、うん、低い姿勢をとって待っている。でこの時に、まあ、僕自身はなんですけど、うん、半身になってボールを待ちます。こっちかこうか、ほうほうほう、でボールを待ちます。なんでな、正面でこういう風に待ってると、ほうほう、遠近感が分からなくなって、うん、やっぱりこう判断が誤ることがあるんですよ。だからこう多少半身にした状態で、なるほど、待っておく。そうするとこう半身になるとね、やっぱこう目がね、ちょっと多少ですけど、うん、やっぱずれるので見て、うん、目線がね、うん、こう正面だとやっぱこういう風な猫になってるかな、うん、なってる、うん、でこういう風に向くとやっぱ右目が少し下がるので、うん、この分距離感がやっぱつかめるようになる。なるほど。なので、あ、そういった待ち方をします。でこう待った時に、じゃあ三遊間どうするんですかっていう話があると思うんですけども、うん、三遊間に不安がある方は逆にこう待っても大丈夫です、うん、これは、うん、これはもう個人個人の待ち方、ベストな待ち方を模索していってください、うん、ちなみに僕はこうが多いですね。三遊間切れんのスタート切れます。どう切んの、こう待ってて来たらもうすぐこう。なるほど。で三塁線やっぱ長打が多くなるんで、うん、それを防ぐためになんかこっちがやっぱ多くなりますね、三塁線をこうすぐ取れるように。なるほど。で三遊間は自信があるんで一歩分遅くても大丈夫だと自分の中では。なるほど、うん、っていう感じですね。以上、徳さんの守備講座でした。参考にしてみてね。